はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。じゃあちょっとこの中を探索していくというところから、スタートしていきたいと思います。私がついて、安心して。オーケーオーケー。弔い写真、弔い写真、死者を弔うために撮られた写真。なるほど。レンからの依頼なの。レン、その写真はここで発見されたものらしくて確かにこんなとこ自分で調べたくねえしな。調べてほしい。え、ないないない。あ、調べるか。勝手口があったところ。あ、土砂で埋まってるの。ここは？うん、釘が打ち付けられていると。なんでこう懐中電灯1個しか持ってきてないの？なんか今あったな。調べる。なんか操作方法が。やっぱりまだ慣れん。動きがよろしくない。なんか、え、なになになに、手これ。ちょっとカメラ向けてみよう。あれ今出てきた。あ、そうか、あれみたいにすぐ撮んないといけなかったのか暗すぎてわからん。おー、びっくりした。お前か、名前忘れたよ。あ、ひそかだどっちへ行けばいい。こんなさ、迷路みたいになってる家おかしくね、普通に。水調べる。うん、浸水してる。なるほどね。あれ、こっちはいけないってことじゃん。動きがあんまりよろしくない。誰かいますかどちらさんですかこいつらほんとビビらねえな。こんなのいたら普通超ビビるだろう襲ってきたりしないよな。襲ってきそういやいやいや、そんな、なんか言えよ。っていうか、ひそかもなんか言えよ。おいおいおい、おい、ひそかさん、マジっすか。後ろいますよ。なんでみんなこんな冷静なの。え、ノーコメントマジノーコメント。なんでなんでなんで。ユーリ、待って、気配を感じる。今さら行き先を探る。何、行き先を探るって。 ZR こっちか。それは、うん、ヨスガが見せる過去の影。なるほど。残影。走れない、これやってるときただ。目的のものへの手がかりになる。影が見えんのね。影を追いましょう。 OK OK。 影を追う。影を追ってるときは走れない、遅い。影どっか行っちゃったなんか落ちてるよ。ちょっとこっちが気になる。なんか落ちてる。うん、うるさい。なんか落ちてんだよ。アイテムを拾う。なんかこれ手出てくんだよね。ほこりをかぶった廊下に古い本が落ちている。誰かが置いていったものだろうか。なんでこんなとこに本を置くんだよ。なるほど。ちょっとざっくり読んで、まあ、ゆっくり読みたい人は停止を押してもらえれば大丈夫なんで、自分のペースで読ませてもらいます。癒していた。ああ、なるほど、観光地か。山頂へ行ったら山道は途切れ、山中を巡っていた水の流れは変わり、風景は一変した。工事が中断された。いっぱい死んじゃったと観光地は自殺の名所になっちゃった。死にゆく者が入る山、心霊スポットなっちゃったと。はい、そんな感じですね。で、まあ相変わらず影を追えと。ほいほいほい。影どれだよ。おお、射撃させ。ちょ、待って待って、ほいほいほい。取れた。取れなかったっぽいな。今のは過去の影だろうか。
チュートリアル過去映像。過去の影が強く残る場所では過去の映像そのものを見えることがあります。ふんふん、ああそうだよね、ポイント入手だもんね。今取れなかったっぽいな。いきなりだからな、これ大体。うん、影を追う。ああいるいるいる。穴をくぐる、移動する。うん、スカートの中は見えないっすね。何言ってんだお前って感じだけど。この部屋か。この部屋かしら。オッケー、行くぜ。鍵がかかっている。鍵が必要ね。遮影機を使ってみましょう。ああ、そうか、ヒントが出てくるのか。レシ、反応することがあります。ロックオンして撮影。オッケー。なんでこれ一日前に構えないといけないんだよ。射撃を構える。これね。で撮影と。わあ、なんか部屋が映り込んだ。人形っぽいのかな、あれは。映ってんのは。押し入れの中が光っている。ああ、そこに鍵があるか。写真と同じ場所を探してください。 OK。 ユーリ、なんでそういうこと言うんだよ。一緒に行こうよ。私はここで待っているわ。こんなところで一人で待ってんのも多分超怖いだろ。こいつだって懐中電灯持ってねえじゃん。行っちゃうよ俺。じゃあ懐中電灯持ってさ、もっとさ重装備で来ようよ。こんな本当に懐中電灯一つじゃなくて、なんか上に足があるんだけど、これどういうこと。どういうことですか。うわ怖えな、これも、この画面も視界が良くねえな。開ける。これ引くとか押すとか分かんなくない扉。これなんかたまに左の方に。おお、この人形超やだ。超怖えんだけど。これ絶対なんか撮るときなんかあるよ。おお、赤いキーホルダーの鍵を入手した。よし、戻ろう戻ろうっていうときにね、絶対ね、なんか出るよこれ。ほらー、射撃で、で、で、ほい。1942、鍵を見る。はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ、今、カツってなったけど何、大丈夫、誰もいないよね。もう勝手にドアが閉まるのもなんか怖えな。オッケー、鍵持ってきました。持ってきたよ。鍵を開けた。また部屋。この部屋にあるよね。探してみましょう。何があるの。依頼品なんだっけ、もう忘れちゃったよ。なんかこの矢印的なものが。ユーリ、射撃で探してみて。射撃で探すのかよ。隠されて見えなくなっているのかもしれない。びっくりした。あ、これね。待ってユーリ、そこに何かあるわ。お前だって射撃覗いてないだろ。呼び戻し。ふんふん。正しい位置、角度。なんだよ正しい位置だとか、お前邪魔だよ。正しい角度って。おお、ほい。ダメ。今ダメだった。ほい、オッケー。ちょっとめんどくさいな今回これは。
これはアルバム？なんでお前らそんな喋んないんだよ。これが依頼のもののようね。夜になる前に帰りましょう。本当だよ、こんなとこで夜になったら最悪だよ。ここはあまりいい場所じゃない。いや、そんなことはわかるよ。今さら言うことかよ。よし、帰る帰る、もうこんなとこくぐって、もう早く行け、早く早く早く。なになになになんか映ってない？おお、もうしかと。ユリ、あ、なんでしょう。今回のような物探しは簡単だけど、人探しは難しいわ。あ、そういうこともやってんのね。影見はその名の通り対象の影を見てしまう。神隠しにあった人の影は追わない方がいい。あ、いるいるいる、いたわ、左にいた、消えちゃったけど。見てしまう。あの男の人が、じゃあちょっとここはポイントなのかな。ちょっとひとかさん行かないで。なあお前さ、何なんだよ。おおおっと、捕まれた。あれ、あ、同じ人か。撃退戦か。ああ、一発で消えたな。おっと、手がいっぱい。そしてまだ生きてた、こいつは。どうせ戦いましょうみたいな。はい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 、いきなり掴まれちゃったよ。え、待って待って待って。あ、赤くなったら一発でひるませられるのね。霊追い払いから。もう全然ろれつが回ってない。フィルムが必要ですと。ほい、中心に捉える。難しい。ロックオン。ほい、うんうんうん、なるほど。なんか変な、左の方にうようよ霊みたいなのが。あれ、消えちゃった。倒した。あ、こっちね。うん、霊変。え、マジでシャッターチャンス。なるほど、ちょっとそれどころじゃないんですけどね、実際。ほい、全身の丸を5個以上取られ、縦とかにした方がいいのか。そういうことではない。なんだよ、わからん。あ、下のメーターのことね。え、どうやってこれ5個にする。ほい、あ、またこっちか。フェイタルフレーム。あー、あったな。そうそうそう、きた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 。ほい、てかこの霊強い。赤フィラメントね。あ、あれフィラメントだったんだ。攻撃力ある程度近づかないとダメですよと。近づいて撮影してください。はーい、了解です。ほいほい、え、全然映ってないんだけど。
こいつ強いよ普通に。ん、どこ行った？あ、右ね、左ね。手がいる。これ映せる？関係ないか。なんでどっちだよ。あ、いた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 。近づいて、んー、なんかシャッターチャンス的なのがよくわかんないな。暗い。いや、めっちゃ強いんですけど、普通。おほほ、フィルムが。オーバーキル。倒したな。消えてった。いやー、タフだったな。最初の敵にしてはタフネス。お前何してたんだよ。てか、あの、濡れてますよ。ごめんなさい。やっぱり私一人でやるべきだった。今さら謝るんじゃねえよ。自動的に帰ってくれるのか。なんだよこのまたよくわかんない場面は。おお、ナイフ持ってる。え、もしや突き刺すの、これ何。ああ、女の子。こいつ誰？おお。え、突き刺すんじゃないの？切るの？そしてそのまま。うわー、何なんだよ全くこれ。という夢を見ました。またこの夢か。あの先生、先ほど黒沢さんがいらっしゃって。ああ、ひそかね。ああ、ひそかが来たのか。見つかったそうです。本当か。受け取っておきました。なんで真ん中のページから開けんだよ。最初のページから見ろよ。これはみたいな。これでも誰かが写真に撮ってたってことだよね。これはさっきの女性じゃないか。ほんとこいつら喋んねえな。ひそかから影見を教わった優里は、日陰山の廃旅館から北条連の依頼品である弔い写真を持ち帰った。北条連だけど、北条連か。漢字が難しいよこれちょっと。その連は一つの悪夢に悩まされていた。幼い頃自らの手で一人の少女を手にかけた。それはただの夢なのか、それとも自分自身の体験だったのか。え、覚えてないの。ということですね。ランク C って、まあちょっといろいろ編集とかもしてたんで、クリア時間19分59秒になってますけれども、ア
アイテム生産。なるほど。アイテム持ってたんだ。万葉丸と御神水。というところで1の雫が終了した感じですかね。なので、じゃあ次回は2の雫からやっていきたいと思います。